ゴレスターン条約は、アゼルバイジャンのゴーレスターンにて、ロシア帝国とカージャール朝によって1813年10月24日に締結されたザカフカス地方の領有権をめぐる条約。統治をめぐって1804年以降、断続的に発生していたロシア帝国とカージャール朝の第一次ロシアペルシア戦争は、アスラーンデジの戦いで、ロシア帝国が勝利して大勢が決死。 カージャール朝は、アラス川以北の地域をロシアに割上し、グルジアに対する主権を放棄した。イギリスの朝廷仲介をきっかけとして1813年に結ばれたゴレスターン条約によって、カスピ海の航行権をロシアに認め、アゼルバイジャン地域のロシア化が進むきっかけとなった。これによりカージャール朝は大規模な土地基盤を失ったが、1826年に、 イギリスも介入して、第二次ロシアペルシア戦争が勃発することとなる。しかし、ここでも敗北したカージャール朝は、後の1828年のトルコマンチャーイ条約にてさらに来たアーザルバイジャーン、アルメニアを失うこととなる。ありがとうございます。